はい、おはようございます。ラスカルでございます。ということでですね、本日は久しぶりの猫ネズさんに来ておりまして、今日お願いしているのはこちら、特大のカツ丼でございます。めちゃくちゃうまそう。このカツ自体もですね、いろんな部位のお肉を使って作ってね、いただいているということなので、早速これ出来立てをね、もういただいちゃいましょう。いただきます。ちなみにですね、猫ネズさんで通常販売されているカツ丼ですね。これね、限定でね、販売しているカツ丼があるんですけれども、蓋が閉まらないカツ丼ということで、もちろんこちらも閉まりません。これ用の閉まらない蓋、これなんですけど。土鍋ですね。一番上のこの閉じてない、あ、お腹すいた。じゃ早速ね、このカツですね。分厚い。うん、肉汁すごい。うまっ。うん、うまいな。この煮てないカツ部分も肉が美味しいからね、そのまんまでももう全然いけちゃう。ソースもらってるんですけど、もう一切れちょっとそのままいかせてください。うまい。この辺りで、せっかくですから、このカツをですね、いただいてるこちらの猫ネズさんのね、オリジナルソースでいただきます。うん、うん、このスパイス感と衣めちゃくちゃ合いますね、やっぱ。うん、うまいな。このソースでね、猫ネズさんのハンバーグとかステーキもちろんうまいんですけど、このまたちょっとね、いつもと違う感じ、フライ物にかける感じ、すげえ合う。うまい。ちょっとそろそろもうカツいきますか。ただもうね、お肉、具材ですね、上でもはや米が見えないというね。ちょっとまあ、煮カツをいこう。絶妙な割り下と、このね、お肉の脂身と、うわ、合うな。脂うまっ。お米出しますか。これが正真正銘、本日一口目のカツ丼ですね。うわ、うまっ。あと今初めてスプーンさせて気づきましたけど、むちゃくちゃ深い、深さがすごいですね。丼の底が遠いなと思って今入れたら。このヒレ柔らかいな。
もうね、噛んだ瞬間、肉がほどけていく感じ。うまっ。さあ、ただいまですね、今こんな感じでございます。半分いったかいってないかぐらいかな。ちょっとこの辺りでそろそろ一回ね、味変ということで、これ唐辛子いただいてますので、七味をちょっとさっとね、この七味噌のそのまんまいってみますか。お米なしで、カツだけで。やっぱ合うな。本当にね、このお肉をね、惜しげもなく入れていただいているので、お米と一緒に掘り起こすのがね、難しい。全然バカバカ、こうですね。確か、猫ネルさんのところでは何回もやってますけど、今回和食初めてですよね。ブリトーとタコスやって、ハンバーグ、ステーキ。この猫ネルさんはね、基本的には平日とか夜営業なんですけれども、週末になるとお昼営業をね、限定でやってまして、その際にはかなり毎週いろいろとメニューが変わってまして、通常のね、レギュラーメニューからその限定的なメニューも含めて、もうね、いろんなメニューあるんで、ちょっと皆様もですね、夜のみならず週末であればね、ランチ時間のね、限定メニューなんかもぜひ一度食べに来てみてください。うまっ。そしたら一旦ちょっとね、味変というか、このソースもね残ってますので、小さくしたお肉を添えてソースと。うわ、あ、うまい、絶対うまいやつだこれ。いただきます。うまっ。このソースはね、もうお米にもめちゃくちゃ合う。猫ネズさんの定番としてね、あのハンバーグとかの鉄板食べた後、締めにご飯とソースをあえて、また焼いてね、食べるみたいなのがあるんですけど、このソース自体がね、お肉にもお米にもめちゃくちゃ合うのよ。あー、すみません。はい。はい。
ますみません、はい、お願いします。大丈夫です。いや失礼しますということでですね、本日いただいたカツ丼なんですけれども、中パンパンということで、無理せずにですね、持ち帰りをさせていただきたいと思います。本日の残りの量でいうと、大盛りのお弁当カツ丼2個分ぐらいっていう感じですかね。残りはこんな感じですけれども、今回ですね、このお持ち帰りさせていただくカツ丼に関しては、自宅でゆっくりとまたね、改めて美味しく食べたいと思います。ごちそうさまでした。はい、そしたらですね、本日はこの猫ネズさんの方でですね、僕のちょっとリクエストさせていただいたカツ丼をデカ盛りで作っていただきました。いやね、最高です。本当に何回来ても最高です。僕の動画で言うと、割とご無沙汰になってしまったのかな、なんですけれども、今までね、通常のレギュラーメニューから、その他リクエストさせていただいたデカ盛りメニューなんかもいただいておりまして、僕の動画以外にもですね、マックスさんなんかであれば通常のね、販売しているレギュラーメニューを何品も食べたりとかいうね、動画も公開しておりますので、ぜひですね、この猫ネズさん、美味しい料理たくさんございますから、気になるなっていう方はですね、まあ YouTube の動画を参考にしてですね、好きな料理、食べたい料理を選んでいただいて、ぜひ食べに来ていただければと思います。まあね、ちょっと動画中にもお話ししましたけれども、通常は夜営業のみで、週末に関してはですね、昼営業、これを限定でやっておりまして、毎週毎週ですね、販売するメニューが異なります。そういったね、詳細に関してはこの猫ネズさんの公式のインスタ等で発信しておりますので、合わせてね、そちらもご確認いただければと思います。はい、ということで、本日もご視聴ありがとうございました。この動画だと思ったら、チャンネル登録、コメント、高評価。またですね、最近ではサブチャンネルでも活動を始めておりますので、そちらを合わせて概要欄からチェックしてみてください。今日は、こんな感じで無理せず帰りたいと思います。それでは。